はい、どうも、ゆうたです。今回はちょっとHKS の車庫帳 SP っていうやつですかね、グレード的にはをちょっとつけたんで、まずちょっと見た目、外観からどんな感じか見せたいと思います。結構下がりましたね。フロント一応3センチのリア2センチで下げました。はい、でタイヤハウス、ここは、まあ、指1本分ぐらいですかね。ですね。でキャンバーの方がこんな感じで、一応2度半、リアも2度半ついてます。で肝心の車高、フロントはこれぐらいなんで、どうだろう、8センチぐらい、9センチぐらいですね。もう結構つけてから乗ってるんですけど、まあ、あのコンビニの入り口とかね、いろいろ段差はやっぱすりまくりですね。斜めに行かないと。でこっちの横サイドステップ側は12センチぐらいで、あの車検で9センチ以下はダメっていうのは、このホイールベースの間の車高なんで、あのフロント側が別に9センチ以下でも、あの車検とか別に通りますんで、ここのねホイールベースの間が9センチ以下じゃなければ、あの車高は、車検は大丈夫なはずなんで、確か。でリアはこんな感じ。リアもまあ大体1本分ぐらいですね。で後ろの車高に関しては全然余裕がありますね。ちょ、このディフューザー、リアディフューザーつけてるんですけど、後ろはちょっと低い感じは特にないんで、一応あのコンビニとかの車止めもう特に当たること今のところないんで、大丈夫そうは大丈夫そうですね。うん、こっちも1本分ぐらい、なんかこっちの方が車高が高いかもしれないな。ちゃんと合わせてもらったんですけどね。こっちも1本分ぐらいですね。ちょ、取り付けとアライメントはショップにちょっと頼んじゃったんで、はい、やっぱこういうところ擦ってんの分かりますかね。擦っちゃいますね、やっぱり。はい、見た目はこんな感じですね。でちょっと今ホイール取ってどんな感じかもちょっと見せたいと思うんで、ちょっとホイール取ってみますんで。はい、一応今ホイール取ったんで、こちらが HKS の SP 車庫帳ですね。でちょ、このモデルはここに黒いバネ追加で入ってると思うんですけど、これ一応ヘルパースプリングってやつですね。で減衰の調節はここの下の部分にこのつまみがあるんで、これを回して調整してもらう形ですね。うん、こんな感じですね。
で、一応ここがアッパーマウント。ここで一応キャンバーを調整できますね。で、リアはこんな感じ。まあ、リアもここにヘルパー入ってますね。で、このリアの方の減衰調整はトランクの中からやるタイプですね。で、車高下がってるんで、今スタビがちょっと万歳してる感じ。このスタビリンクがちょっと車高に対して長いんで、ちょっとリアのスタビリンクを短いやつに変えたいなと。一応乗った感じもちょっとリアがロールが多いかなっていう感じがするんで、まあリアダブルウィッシュボーンっていうのもあるんでよく動くんですけど、あとで調整、リアここに、ここ見えます？これ。ここに、棒みたいのを刺して、あったっけな。ちょっと待ってください。これ、見えますかね。これを、右回しがこう、ハード。で、左に回すとソフト。で、多分、フロントもリアも、多分30段階だったと思います。で、ちなみに今は、いくつだっけな。フロントが20の、リアが25ぐらいにしてます。街乗りだとちょっと硬いです。まあ、サーキットの後なんで、ちょっと戻してないんで そのままではあるんですけど はい。で、そう、フロントの、スタビリンクに関してはこんな感じで、消灯スタビリンクが付属でついてくるんで、ここは変わってますね。こんな感じですね。で、一応走行レビューの動画もありますんで、次ちょっと、流します。はい、どうも、ゆうたです。今回は HKS の、なんだっけな、ハイパーマックス SP かなっていう車高調をちょっと入れたんで、ちょっと走ってみてどんな感じかっていうのをインプレッション的な感じでちょっとしたいと思います。で、今日一応友達も横に乗ってるんですけど、この前、なんだっけ、マニュアル車を乗れるかみたいな動画上げたと思うんですけど、あれの旦那さんが来てます。旦那でーす。じゃあちょっと走っていきます。最初ちょっとゆっくり普通に走ります。一応フロントがピロアッパーのやつなんで、キャンバーは2度半ぐらいつけてます。そのせいなのか、ステアリングがちょっと純正より軽い感じがするんですけどね。まあ、気のせいかもしれないですけど、ちょっと軽いですね。やっぱロール量も減りましたし、やっぱなんか車走ってて安定感がものすごいですね。純正とはやっぱ違いますね。コーナリングも安心できる感じで。やっぱ乗り心地は結構硬めですね。純正よりは硬いね。硬いね。ゴツゴツしてるよね。なんかこう一個一個にこう跳ねてく感じ。ある程度スピード出して負荷かけてあげると意外とでもマイルドなんで、サーキットとか行くと結構扱いやすいんですよ。すごい。こういうなんか細かい
段差、アンジュレーションが悪いところはものすごいゴツゴツ突き上げ感っていうかありますね、やっぱり。段差でやっぱものすごい跳ねますね。振動とか音がかなりゴツゴツ伝わって音がするんでうるさいですね、やっぱり。素人目線だけど吹っ飛んだりしなさそうって感じ。あ、飛ばしても安心感あるみたいな。そうなるほどね。ないけどね。じゃあこんな感じです。